一品新納とは、律令制において行進に対して与えられた、最も高い品位である一品のこと。講義では一品を与えられた内心納も含まれる。一品新納には、遺伝80兆、品風800個、詩人160人が支給された。他に、文学、華麗、タスク、大重、小重、大処理、小処理各1名が決費として派遣された。 立場としては、小1位、11位と同様に扱われており、待遇としてはそれを上回った。また、ただし、11位と同様に、大乗大臣に就任する資格があった。金位は、天皇と皇太子を除く皇審の序列を示すもので、あり、一品新王は皇進の筆頭的な地位にあった。ただし、金位そのものは、天皇との真相は、 もちろんのことと外交心の母親の出自や年齢、経歴、その他社会的評価に基づいて除せられる場合が多く、一品、新納と後友継承との関連性は全くない。むしろ、後友継承から除外された有力な後為継承権を持つ行進を後友継承の断念の代償として与えられる例すら存在した。だが、一品新納と、 後位継承が結びつけられた例も皆無ではない。日高内親王は即位直前に一品を与えられたこと、後見天皇の後継者になぞらえられた同僧及び応用が、いずれも一品親王である日田部神皇、舎利神皇の子であり、養精天皇の事実上の背後に立てられた、時安親王は当時唯一の一品親王であった。これらは一品親王が、 こういう継承に関わった例であると言えるが、同時にそのすべてが特殊な事情があったことに留意する必要はある。一品に除せられた最初の例は、和道八年に除せられた、穂積新郎と日高内新郎である。この時には、元明天皇から日高内新郎への上位が決まっており、そのための環境整備としての一品上位であったが、男性行師によりも、 女性行進が先に一品を除せられることに対する朝廷内の反発を抑えるために当時健在であった天武天皇の御子中裁年長で地代上幹事も務めた重鎮の穂住親王が同時に除せられたと考えられている。奈良時代に生前に除せられた他の三人はすべて天武天皇の子であり、舎利親王、日田武親王は朝廷内の養殖を歴任している。なお、 天武天皇の子女で最後の生存者として除された、滝内親の王以外はいずれも内命婦以上の行為の女性の所生であり、母親の身分も深く関与したと考えられている。一品女衣は、社会的にも財政的にも大きな意味を有するために、死後の女衣は、比較的多かったものの、生存者への女衣は極めて慎重に行われ、 平安時代最初の女医は、天朝八年の桂原親王であった。奈良時代から、この時期を通じて、二子の親王の地位に、約二十年以上いること、それ以下の場合には、親王がつく感触で事実上最高位であった、式部武教を長期にわたって務めて、第一の親王たるにふさわしい経歴を保持し、なおかつ母親の出自や天皇との真相、 藤原氏などの権力者との親相も加味されて除された。これはすなわち、喪失の長老としての統括能力と実績が期待された場合に、それにふさわしい新能のみが除されるということであり、これらの条件を満たしていても当時の財政状況や政治状況などから一品に除せられずに公挙する新能もいた。一方ない信の場合は、除位自体が珍しくなり、 旧世紀に生前に一品に除されたのは藤原義房を祖父に持つ聖和天皇の同母姉妹ののり内親王のみであった。摂関政治期になると、貴彩原以外の天皇の子女は親戚降下する例がほとんどとなり、一品除位の条件も二品の経歴よりも天皇や摂関との関係が重視されるようになった。また、ため平親王や厚安親王のように、 後位継承において優位だった新王が後位を断念、せざるを得なくなった代償に授けられるケースが生じたの一品、女ョも禁じの例と言える。特にない新能への一品、とりわけ、藤原道長の孫や宗孫に対する女位が多く見られるようになる。こうして一品新郎の重要性は急速に失われていき、天皇、あるいは外籍の庇護を受けた新王。 内進脳への待遇不要へと変質することになった。ありがとうございます。